こんにちは、マシャギです。ツイスト、ビズバンのヒーローの動画第2回目やっていきたいと思います。前回プレイした時から体力にさらに調整が入って、トゥン体力80になったり、で、アーファス体力もう18まで下がりましたね。相当強かったっぽいな。では早速前回触ってなかったヒーロー使って何戦かやっていきたいと思います。お、ザイレラ。いや、ザイジはいっかな。レクロは。始まりました。ヒロパはクトゥン信者1体発見する。軽めでいっか。で、能力はクトゥンは最初の手札に入る。味方のミニオンが2体死んだ後、自分のクトゥンにプライチプライチを付与するです。そして相手は自分の最大体力60、最大体力に到達すると対戦に勝利する。敵の色に与えたダメージ分、自分のヒーローが回復するという内容になっています。ので回復されたらやばい。マナカツボ8で代わりに4回復するか。これ長くなる、もしやもしや長くなるやつ。招き手握っとくか。沈黙、脱水、苗木、あー案内人にしとっか。ミニオンが死ぬたびプライチプライチ。油断ヒステリードンドンドン、オッケー。ブライオン、ブライオン入った。したらヒロパー。まあ、いいか。ダークの誘いで、大樹。オッケー。おい、7マナ。あー、マンスレ。そしたら、まあ、とりあえず、ヒロパか。音程、混沌の剣胆はいいとして、純信者、配下。生きてるね、もういっか。今日はポップ。何点？足んないか。24。ちょい足りんな。音程はいいけど。ベクロは。こっから4回復だよね。バッタバタ。ラザ。あー、はい。アイランダーなんだ。おう。最悪。フードでいっか。さあどうだ。15点。で、927。さすがにリーサル、さすがにリーサルでは。よし、オッケー。あ、いい感じだったね。はい。回復したと思った。
ライフ80ある意味あんまなかったけど。はい、ケルソス。お。とりあえず帰るか。メカ系だね。赤ゾブ。エサ前回やったよね。エサさ前回やった。ドラゴン語習得。とりあえずトロン分回帰で。で、こっちはブーム連射。味方のメカが死んだ後、相手のデッキに爆弾1枚を混ぜる。ヒーローパワーはブームのひらめき、11のブームロボを1体召喚する。ロボは爆発する場合があると。で、相手は、フェル燃料入り。対戦開始に自分のデッキに入ってなかったカードのコストが1減ると、不安定な魔法で自分のターンの開始コストを払える呪文を1つ得る。ターンの終了時、それを破棄するという感じになってます。なんかすごいな。なんかすごい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 。広場でいっか。猛毒ね。ドクターブームあんま強くないのか。レスが60になってるね。専用。専用。生きてるね。めっちゃ使うな。ウィーゴーか。とりあえずいっか。ポータル。当てる。当てるトルトル。お。贅沢だな。手札溢れちゃうのか。こうでもしないと。ということでしょうか。あ、まあ、しゃあねえな。ガイアワン。コピット。おお。エルスタッケ。まあ、落ちていくか。はい。スパイは投げられた。電書ガラス。チビドラ。ミニオンばっかだな。お。これは残すんだね。やっぱでいっか。カーレク強えわ。なんかクロスステッチ。ハッピーチビドラ飛び出す絵本。あーマジ。ポジック。いやーなんかいまいちだな。ドン。ハッピーチビドラ。訓練セッション。殴られたいのはどい。オートラ。待ってる。あ、オートラ燃えた。二流。ノートアウト。呪文石。どうしようなロボガイア。あ、めちゃくちゃいいかも。このロボガイア強いかも。あ、
ビビだな。ファーム。まあそれはね。ファンの。グリーンモノ。動け。なんかやった。なあこう。餌バケツ。雷。インフィニタイズマーキッシュ。じゃあブームでいい。で、ストン。これ強いな。エナジーだな。これは顔でよくて。で、こうか。オッケー。ここシナジー強いな。肉の呪い。魔力喚起。生きのミニオンはマナの代わりに体力を消費する。ブレスト。俺も死ぬのかな。メディーブ。先生術。そうね。さすがに買ったっぽいよ。ドン。リサルだ。爆弾って爆発したっけ？爆弾って、ここガイアが強かったので。助かったけどね。なあ、クトゥーンだ。こっちは、ゾスです。ゾスも調整入ってるね。レッダーはいっか。ゾス対クトゥーンだ。で、ゾスの能力は、自分が断末魔ミニオンを手札から使用した後、その断末魔を発動させる。ヒーローパワーは、自分が直前に手札から使用した断末魔ミニオンの11のコピー1体を召喚する。断末魔推しだね。ヒーローパワー。体育災害。休魂されるね。コイン。サボテン細工。お？手札からミニオンを使用した後。ああ。これも顔しかないか。盆栽ボンバー。全身で発見。救急取る。じゃあ徐々に強くなっていく断末魔。フレイミーグンズ。ダークの注いって当てる。エクタス。エクタスでいっか。潜伏。潜伏。いかがおで。クラックス。当てる。割るね。おお。全体2点。ドミノ効果。これは割っとくか。ラクシ強いな。シャドーブラスト。行こうか。マナー余ったな。場所がパンパン。
お手持ち。黒曜石か。これ場所が、場所がいっぱいになっちゃうんで、当ての方か。ファルト投げ洗い、あ、強い。ジャークの誘いて、これどうしよっかな。ホワイトして2マネまで使うかどうかだな。いいか、使うか。移動のクイーンは取っとうかな。敵は必ずここを通る。お、最悪。この方がやりやすいわ。20-20か。アロケラー、いや、トンクいいな。どんどん。エホン。お。普通の刃。あ、どんどんどん。こういう感じか。終わりたいな。ああ。まあ、いいか。ロッパ。はい、行く。ボールホッグ出しちゃうとな。ドミノ効果エコー、まあ一応こっちへ行くか。ドン33。あんまずはしんどいと思うけどな。生きてるね。そうか、生きてるねか。困ったかも。生きてるねは困ったかも。よし、ナイス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 。危ねえ。エクロは。まあ、大丈夫かな。いや、まだだ。まだある。リサルだ。よしよし。危なくはないかな。ここ突破できないかな。よしよし。はい、ということで、ツイスト、ウィズバンのヒーローでした。今回は、ライフが増えて遅めのデッキプレイしたんで、また前回とは違った感じでしたね。はい、面白かったです。次のツイストのルールも楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。